皆さんこんにちは、水おじさんです。今日はですね、 iPhone はキャリアで購入しない方が良い3つの理由ということで、ちょっと強烈なんですけども、どちらかというとキャリアで購入はねおすすめしないよというお話です。 iPhone はですね、 Apple Store、 直営店、オンラインどちらでもいいんですけども、そちらで買った方がお得なんじゃないかという話をしていきます。おそらくですね、多くの方が iPhone をキャリアショップで購入していると思いますが、今はね回線契約と本体購入の紐付けは特にありません。ということはキャリアで購入する意味はほとんどありません。そしてなぜ買わない方がいいかというのが3点ほどあって、そこについて詳しく説明したいと思っています。その3つというのがこちらです。1つ目、キャリアショップの本体価格の実態ということでね、これは各キャリアの本体価格をちょっと並べて、そしてさらに Apple Store での価格をちょっと並べてみて、実際今どういった価格で販売されているのかっていうところの確認と、2つ目が実はかなり厳しい分割プラン、これキャリアで買った場合の分割プラン、これ最後ね残債ゼロになるとは言ってますけども、実際どのくらいお得なのかっていうところを差し引きした結果などをお見せいたしますので、これは結構ね驚きの結果ですので、ぜひ見ていってください。そして3番目が本体の売却の違いということで、これね実はキャリアショップで買った場合と Apple Store で買った場合で全然異なってきます。契約から違うので、この辺ね知らない方はぜひ見ていってください。ほとんどの方が知らないかもしれません。なので今でもキャリア購入している方はぜひ見ていただきたいのと、今後もね別にキャリアで買っていくんだっていう方も知識としてね知っておいた方が絶対にいいですので、ぜひ参考にしてみてください。またこのチャンネルでは、明日誰かに話したくなる iPhone の裏技、隠し技10選プラス1の動画や、あまり知られていない AirPods を便利に使う10選プラス1の動画など、 iPhone のお役立ち動画がたくさんありますので、ぜひ他にも1本見てみてください。それでは行ってみましょう。はい、ということでまずはね理由その1、キャリアショップの本体価格ということで、本体価格についてお話をしていきます。まずはね iPhone 12 64GB を例に、各社の本体価格の方を確認していきましょう。こちらが一覧にしたものです。各社 iPhone の本体価格表ということで、税込みの金額ですね。 iPhone 12 64GB、 au では103,000円、ドコモでは101,000円、ソフトバンクでは110,000円、これちょっと高いですね。楽天では101,000円ということで、まあ細かなねところはありますけども、そんなに差はない。キャリアの乗り換えを考えるほど差はないように見えます。ただね、まあちょっとソフトバンクはちょっと高いかなというところで、楽天が一番安いは安いんですけど、ドコモと比べてまあ200円しか変わらないかなといった感じの価格差になってます。まずはこれを前提に、じゃあアップルの価格をね出すとどうなんだっていうのが、はいドンということで、これ94,380円です。なのでアップApple 直営店オンラインを含むの方が圧倒的に安いです。これまあ他と1万円ぐらいの差があるのと、ソフトバンクに至っては1万5000円から6000円ぐらいの差が出てきます。しかも Apple で買えばね SIM フリーです。 SIM フリーなので、どんな SIM でもねほぼほぼ対応していますので、こういったところからも Apple 直営店で買った方が断然お得です。まあ今後はねキャリアから販売されるものも SIM フリーになりますし、一部でも始まっていますが、価格面から見ただけでも Apple の方が得なことがわかると思います。でこれは iPhone 12 64GB の場合なので、もっと高いもの iPhone 12 Pro Max の 512GB で見た場合どうなるのかというところが次、こちら右にね iPhone 12 Pro Max 512GB の価格を用意しました。これ見ていくと、 Apple が16万5000円なのに対して、他キャリアは全部高いですよね。18万以上が最低で、一番高いところでやはりソフトバンクが19万ということで、約3万円の差が Apple 直営店とは出てきています。3万円ですからね、結構大きいです。でも水おじさん、それって分割払いだから高くなるのも仕方なくない、こっちは月の支払いを抑えたいんだけどっていう方もいらっしゃると思います。要するにねキャリアで買う場合、分割払いで買うのがほとんどなので、ちょっと高くなるのはね分割という仕組み上仕方ないんじゃないのという話される方もいると思いますので、次の分割購入について説明していきます。はい、その分割購入というのが理由その2になります。実は厳しいキャリアの分割購入、こちらの方をお話ししていきます。今だとねほとんどの方がこの買え得プログラム、まあこれは au さんですが、似たようなプログラムで24回払いをして25ヶ月目に次の iPhone を購入すると
でその時残りの残債を支払わなくていいよというプランで iPhone を購入しているかと思います。というかですね、オンラインで見ようとするとこれは au さんですが他でも同じだったんですけれども、最初にこの残債が消えるプログラムが出てきますので、ほとんどの方がこれにしているし、お店でもおそらく最初にこれがご案内されるのかなと思います。一括購入している方はね、この話はあまり関係ないので飛ばしてください。でこの分割購入なんですけども、おそらくねほとんどの方はね、どうせまあ2年ぐらいで買い替えるし問題ないかなと思って契約していると思いますが、これはかなり大変な契約となります。なんといってもですね、2年は払い続けないと本体の変更は不可能ですし、まあそれは良いとしても2年で買い替えた場合はまたそこから3年とか4年とかキャリアとお付き合いすることになります。そしてサービスの性質上ね、2年で乗り換えない限りお得ではない上に、本体自体をね返却をするため自分の iPhone ではありません。なのでこれ2つ目なんですけども、ほぼ永遠にサービスにのみお金を払っている状況に陥ります。なので新しい本体 iPhone12 64GB、10万円のもう5万円で買いましたと言っても、購入と言っていいかはかなり微妙です。本体は返却して4万8000円のお支払いが不要というふうになりますので、実際購入したかと言われるとちょっと微妙ですよね。またさらにキャリアとのお付き合いもまた始まるということで、これはね3つ目、昔の2年縛りを別の形で再現しただけのプランになります。今契約上ね、2年縛りというのは総務省のお達しで完全に消えたんですけども、ほとんどがこれになってしまって、実際2年縛りがまた続いているというプランになっております。で先ほどから言っているこれの難しいところが、次、本体は必ず返却しなきゃいけないということです。でそれが1つ目、本体返却時ね、故障してればですね、逆にね請求される場合もあります。2年使って本体に故障が見られる場合は2万円前後、これちょっと各社違うと思うので、だいたい2万円前後、ほとんどの場合で2万2000円のようですが、故障していればね2万円逆に払うことになります。その故障を避けるために2つ目、そのため故障紛失サポート等がおすすめされています。この右にあるものですね、各社月額で1000円前後のものがおすすめされているようです。ということは3つ目、2年間で24000円、24回1000円払うので24000円程度支払っていることになります。ということはですよ、ということは先ほど残債がお得になる、こちら iPhone12 の場合ですが4万8000円お得とはいえど、2万4000円払ってしまったら、んちょっとどうなんだということにもなってきますよね。ということで4つ目、まとめると本体は残りません。25ヶ月目で更新しないとお得感もありません。そしてただただサービスにのみお金を払っているという地獄のようなプランになっております。はい、さらにこれに加えてね、今言ったその安心サポート等でね2万4000円払っているのであれば、その残債が消えるというところのお得感、これもねちょっと消えかけているということが分かっていただけるでしょうか。じゃあ実際どのくらいなのかというところを計算してみましたので、次見ていきましょう。はい、それがこの一覧です。 iPhone12 の 64GB を例に支払い不要となる残債額を確認してみました。でこれ大手3キャリアのみです。楽天はやっていないので、 au、 ドコモ、ソフトバンクの3社だけ抜き出してみました。はい、それを見てみると、本体価格は先ほど言った通り、そしてお支払い不要額をねちょっと見てみたところ、 au は48000円、ドコモは33792円、かなり安いです。ソフトバンクは55440円と、こちらは結構高めになっております。そして安心サポート系をね月1000円程度払ったとすると、まあ各社で2万4000円ずつ支払うことになります。お支払い不要額から安心サポート系を引いた額が一番最後の不要額マイナスサポート料ということで、結果的にお得となるんじゃないかっていう部分が、 au だと2万4000円程度、ドコモだと9792円ということで1万円を切っています。でソフトバンクだと31440円ということで、こちらはね結構高いかもしれませんが、2年後という性質上ね、安心サポート系にねもう2年間入ったとした場合、実際に支払い不要となる額が1万円を切るところもあるということで、これはドコモの例ですね。ドコモの場合、実際3万3000円お得になると言われても、これを達成するために故障しないようにと2年間1000円ずつ払っていたら、結果的にこのくらいしか実はお得じゃないんじゃないのというところが見えてきます。なので3つ目、縛りがきつい上に本体が残らないのに、これはかなり厳しいような気がします。はい、もちろんねこれを分かった上で、これでいい、このタイミングや支払
払い金額などが自分にはぴったりだと選んでいる方もいらっしゃると思うので、それはそれで問題ありません。ただ実際そんなに得ではないかなということが分かっていただけると思います。もちろん安心サポートに関してはこれだけのためではない、実際に故障とか紛失とかした時に助かるんだっていう方もいらっしゃると思いますが、実際購入時点ではこれ2年後のためにというふうな案内がされているようなので、ここではとりあえずフルフルで考えてみました。で最後4つ目、これなら2年使用してメルカリなどで本体を売却した方が明らかにお得に見えます。いやいやでも2年使ったら iPhone って安くなっちゃうでしょ、1万円もしないんじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれないので、次実際にメルカリで2年前の機種を見ていきましょう。2年前の機種がねこの辺1万円から3万円あたりを超えていればお得ということになってきます。ということで2年前はですね、1つ目、 iPhone11 64GB になりますので、これをねメルカリの価格を確認していきましょう。それがこちらです。はい、一覧をパッと写しただけではありますが、5万6000、まあ8万円、これ新品ですかね、まあ4万5万6万5万4万ということで、パッと見ただけでも5万から6万5000円くらいまでは普通に売れそうな感じの価格帯になってます。なので先ほどのお得になる金額よりは全然上ですよね。ドコモから考えればかなり上になります。なので3つ目、 iPhone を含む Apple の端末っていうのはですね、市場価格はかなり下がりにくいんです。でもねこれ iPhone11 がまだ現役だからじゃないのと思われる方もいらっしゃるかもしれないので、一応これのねもっと前 iPhone7 もメルカリで出してみました。それがこちらです。ドン、これパッと見ですけども、だいたい1万円くらいですよね。8000、9000などもありますけども、もし未使用であれば1万4000円くらいにもなってきます。これ iPhone7 っていうのは4つ目、6年前の機種です。6年前発売の iPhone7 の 32GB ですら1万円前後します。そのくらい Apple の端末というのは下がりにくいんです。2年我慢した上で本体も返すっていうプランがどれだけ厳しいかっていうところがちょっと分かっていただけたと思います。ただしここで注意したいのが、キャリア購入の iPhone は支払い完了まで売却が不可だということです。ここは最後にもうちょっとね詳細をお話ししますので少々お待ちください。はい、そして分割購入の説明の最後になるんですけども、そもそも支払いを抑えたいというだけであれば、1つ目、 Apple 直営店オンラインを含むでも実は分割購入は可能です。こちら見ていただいて分かるように、これ Apple のウェブなんですけれども、24回払いで月々3900円で分割での購入は可能です。しかも2つ目、24回払いまでなら金利も 0% です。はい、なので支払いを抑えたいからキャリアで購入しているという方は別に普通に Apple でもそういう購入の仕方が可能です。そしてこっからが大事なんですけど、3つ目、 Apple で購入した iPhone 本体は支払い途中でも売却が可能になります。先ほどキャリアで買ったものは不可と言いましたが、 Apple で購入したものは売却が可能になります。これをちょっと知らない方が多いので、これ最大の違いになってきますので、最後こちら本体の売却の可不可というところを説明していきます。はい、理由その3ということで、本体売却の可不可の違い、こちらを説明していきます。で1つ目、キャリアで分割購入した iPhone は売却できません。まあもちろん支払い完了後は可能です。支払い完了後は可能というのは、3年とか4年後か、もしくは一括で途中で支払った場合は可能になるという意味です。まあそれは当然ですよね。でただ2年でね変更するつもりがないから売っちゃえと思っても売ることは難しいです。それが2つ目、残債ありかなしかは個体番号からすぐに調べることが可能です。こういったね右の写真のようにネットワークのね利用制限携帯電話照会ということで、ここにね本体に記載されている IMEI 番号というのがあるんですけども、それを入れればすぐ分かるようになってます。まだこれが分割で支払い途中なのか、支払い途中をやめてしまってネットワークが使えないようになってるかっていう電話なのかどうかはすぐウェブで調べられますので、そういったことは難しい状況です。でどのくらい難しくなってるかっていうのが3つ目、ヤフオクとかメルカリではもう残債ありの本体は販売禁止になっています。なので買い取ってくれる業者などは実際はあったりはするんですが、正直難しいし買い叩かれることは間違いありません。でこれはキャリアから購入した場合の話をしています。そしてそれのアップルとの購入の違いを説明していくのが次。はい、1つ目、アップル直営店での購入の場合は返済の途中でも売却することが可能になっています。それがなんでかというのが2つ目、キャリア購入というのはクレジット契約、
Apple での購入はローン契約であることが理由になります。これはね、説明するとかなり長いので簡単に説明しますけども、簡単に言うとこのクレジット契約っていうのは携帯会社に買った人が後払いする仕組みになっています。要するに最初に本体はいただきますが自分のものではなく、後からちょっとずつ分割払いをしていきます。携帯会社に分割払いをしていくのがクレジット契約で、ローン契約というのがローン会社が一旦アップルに全て金額を払います。そして購入者はローン会社に返済していくことになりますので、 iPhone 自体の支払いはすでに終わっている状態です。もちろん途中で売却してしまったとしてもローン会社に支払う必要はありますが、本体は自分のものになっていますので売却することが可能になっています。これ自体はね、別に全然悪いことではなくって、売却で残債を支払ったりすることとか、新製品購入の資金にね当てることは他のものでも普通にありますので全然普通のことになります。じゃあ途中で売れる途中で売れないということがどういう風に影響してくるかっていうのが次の説明。はい、何が違うかっていうと、もう一つ目、買いたいタイミングで売却して次の iPhone の購入資金に充てることができる、まあもしくは今の残債に充てることができるというのが最大の違いになってきます。2つ目、例えばですね、 iPhone11 が先ほど見たように6万円で売れたことを想定してみましょう。6万円で売れたとしたら、こちら例えば次の iPhone と言われている13シリーズの値段です。次 iPhone13 が発表されたら iPhone13 を買おう、 iPhone11 を売ってしまおうというふうに考えている場合は、 iPhone11 が6万円で売れたとすると、こちら iPhone13 の 64GB 同じものを買おうとすると、まあ、これちょっと税抜きなんで、まあ、9万円くらいするかもしれませんが、9万円のものを買おうとするときに6万円の資金があったらどうでしょうか。かなり買いやすくなってくると思いませんか。こういったことが可能になるということです。で、これがね、3つ目、1年後でも3年後でも当然こういったことが自由なタイミングで可能になるということが一番の利点になってきます。はい、そしてもう一つ、1年後の iPhone を購入した場合というものを想定してみましょう。というのは、今を考えると iPhone12 から iPhone13 を購入したいと思った場合ですね。そう思った場合、例えば iPhone12 の 64GB もメルカリで調べてみると、まあ、7万円後半から8万円くらいの価格で売れそうな感じです。なので本体価格は9万4000円なので、ほとんど値段が下がってないことがわかります。ということは何が起きるかというと、もちろんね、 iPhone13 が発売されたらもう少し価格は下がってしまうと思いますが、次の先ほどのね、 iPhone13 8万5000円を買おうとするならば、ほとんどこれの売却代金でこちらの代金に当てることができてしまいます。例えばこの中で見てもまあまあ安い7万6000円ぐらいでしか売れなかったとしでも、これがね、9万円だとしたら1万5000円くらいで iPhone13 一番最新のものが手に入るということになります。なのでこういった1年後だとしたらね、このぐらい損なしに購入することが可能なので、やはりこういったことが魅力になってきます。ということから2つ目、好きなタイミングで iPhone を購入できることが一番の魅力なんではないかと思います。例えばこれね、ミニを買おうとしたらね、なんとお釣りが来てしまうかもしれません。そのくらいかなりの魅力になってしまいます。どうでしょうか、 Apple Store で購入する魅力について分かっていただけたでしょうか。はい、ということでね、関連した3つについてお話しさせていただきました。で、1つ目、 iPhone は Apple Store で購入が今のところがいいんではないかと思われます。まあ価格がお得かどうかっていうところでも今のところはお得ですし、それを差し引いたとしてもやっぱりね、手元に本体が残るし、好きなタイミングで iPhone を変えられる、今は変えなくていいやっていう時は変えなくていいですし、すぐ変えたいっていう時は売却してほぼ値段差なしに購入することができるというところがやはり魅力だなと思います。ただね、2つ目、ややこしいからキャリアでというのも全然ありだと思っております。やっぱりね、わからないことはお店で聞きたいとか、なんとなく安心だからキャリアがいいんだっていう考えの方がいても全然普通だとは思っていますので、そういったこともありだとは思います。ただね、一つ知っておいてほしいのが、安く見えますが実は結構高めに料金払っているよというところです。実際に全然わかんなくて Apple から本体買ってきただけではもう何をしていいかわからないという状態に陥ったりすると思うんですけども、実際は本当に単純です。ここちょっとおまけで資料作りましたが、このようにちょっと補足で SIM カードの入れ方ということで、もう SIM カードの入れ方は簡単です。2つ目、ドコモなどにも丁寧な解説ページがあります。で、これドコモさんからちょっと引っ張ってきたんですけども、必要なものを準備して SIM カードを取ってただ入れるだけです。これね、 SIM カード機種変であれば新しい SIM カードを入れるんではなくって、古い iPhone から取り出してただ入れるだけ、もうこれだけ簡単なステップですので、実際は業者にやってもらう必要は全然なくって自分でも普通にできます。なので購入時にしか
キャリアショップに行ってない質問なんかはね、ウェブで調べてしまうということはまず間違いなくアップルで購入した方がお得です。まずは少し検討してみてください。そしてね、今年こそはアップルストアで本体を購入してみましょう。で、3つ目が、本体がね家に届いてから使用するまでの説明動画もね私の方でありますので、データ移行も含めてね、 SIM カードを挿すところまで使えるようになるまでの動画などありますので、そういったところもね参考にしてもらえばいいと思っております。なのでぜひチャンネル登録をしておいてもらえれば、どうすればよいのか分かってくると思いますので、ぜひ登録の方をお願いいたします。質問等あればね、なるべく解決するまでお付き合いいたしますので、ぜひコメントいただければと思います。もしくはツイッターで DM いただければお答えいたしますので、ご質問ください。最後までご視聴ありがとうございました。それでは皆さん、さようなら。